話題をお伝えする知っとく長崎です。今回は介護予防で長く元気にというテーマで、4月から始まる新しい介護保険の制度などについてお話を伺います。スタジオには長崎市高齢者健やか支援課大平愛理さん、本田美穂さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、長崎市では介護保険の一部が今年の4月から新しい取り組みとして始まることをご存知でしょうか。今日は新たな部分も含めて改めて介護保険について教えていただきたいと思います。まずは大平さん、介護保険制度とはどのようなものでしょうか。はい、高齢者の暮らしを社会全体で支えるための仕組みです。40歳以上の方はみんな介護保険に加入して保険料を納めています。その保険料や税金をもとに介護が必要な方が安心して暮らすために必要なサービスが受けられるものです。それが介護保険制度です。その介護保険制度を利用するためには申請をして認定を受けるわけですが、介護の度合いの判定は審査結果に基づきます。こちらの表にまとめております。被害等から要介護5まで書いてあるんですけれども、度合いが上になるに従ってより介護が必要になるということなんですよね。はい、要介護認定には要介護と要支援の2つがあります。例えば要支援1に認定された方は、起き上がり立ち上がりなどの能力が少し低下し、身の回りの家事支援など簡単なお手伝いが必要な方です。また要介護3に認定された方は、寝返り、排泄、着替えなどの日常生活の能力が著しく低下し、介護が必要な方です。これらは目安であり、実際は介護認定審査会の審査結果で要介護度が決まります。はい、認定がなされるまでに申請からおよそ1ヶ月かかります。その後、要介護者は介護サービスについて担当ケアマネージャーと、要支援者は介護予防サービスについて地域包括支援センターと相談をしてサービスを利用することになります。それではここからはですね、この4月に改定される部分をクローズアップして見てまいりましょう。こちらの図をご覧ください。これまでの制度は介護サービス、介護予防サービス、介護予防事業と大きく3つに分かれていました。これが4月からこうなります。介護サービス、介護予防サービス、一般介護予防事業は大きな変更はないのですが、この部分ですね。これまでの要支援の方のサービスである訪問介護、通所介護の点が新しい総合事業として、介護予防生活支援サービス事業となるんですよね。はい、4月から要支援者と新たに事業対象者の方がこのサービスを受けることになります。はい、今事業対象者という言葉が出てきましたけれども、事業対象者っていうのはどういった人のことを言うんでしょうか。はい、事業対象者とは基本チェックリストによって介護予防の必要性があると判断された方を言います。はい、25個の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかをこちらの基本チェックリストに記入していただき確認をします。はい、基本チェックリスト、どのような質問項目があるのかと言いますと、例えば1番、バスや電車で一人で外出していますか、付き添いなしでですとか、6番、階段を手すりや壁を伝わらずに登っていますか、一人でとか、14番、お茶や汁物などでむせることがありますか、といった質問もあったりするんですね。はい、この基本チェックリストの結果で事業対象者かどうかを判断することになります。はい、なお要介護や要支援認定では審査などを経て認定するまでに1ヶ月程度かかっていますが、事業対象者は2週間ほどで認定が行われます。審査がとっても簡単になるということなんですよね。はい、それでサービスが受けられるっていうのはとってもいいことですね。そしてこの事業対象者と要支援1と2の方が4月から始まる新しい介護予防生活支援サービスに関わってくるわけです。では実際にどんな内容になるのか教えていただきましょう。はい、これは名称が変わりますが、これまでと同じような事業となり、その一部のみ変更があります。はい、まずは介護予防ケアマネジメントという項目が追加されます。はい、
この介護予防ケアマネジメントとは、要支援者とともに事業対象者も地域包括支援センターが担当となり、サービス利用者の心身の状態や希望を聞いた上で一緒に介護予防の計画を立ててくれるというものです。そのため一人一人に合った計画を立てて介護予防を実践することができます。どんなサービスがあってどのぐらいサービスを受けられるのかというのが大きな窓口ではなくて、担当者がついてくれるっていうのはとても心強いことですよね。ここが大きなポイントなんだそうです。そして続いては訪問型とあります。こちらは、はい、訪問型サービスは一般的にヘルパーさんによるサービスです。これまで通りの介護予防訪問介護サービスと地域の多様なサービスを合わせたものになります。これまでは入浴などの身体介護と買い物、掃除などの生活援助を同じサービスの中で行っていました。4月からは買い物、掃除などの簡易的な生活援助のみを必要とする方が利用できる生活援助サービスが始まります。このサービスが始まることで、生活援助のみを必要とする利用者の負担額は軽減される見込みです。家事支援のみ必要な方にとってはサービス利用料がお安くなるということなんですね、はい、それならいいですよね、はい、ただこれからも入浴時のお手伝いもしてほしいという方もいるような気もするんですけれども、はい、その方のお体の状態に応じてこれまでの介護が受けられるサービスと同じ程度のサービスもご利用いただけるのでご安心ください、はい、その他にも地域の多様なサービスはボランティアによる住民型訪問サービスや保健医療専門職による短期集中型訪問サービスもあり、今後より充実したサービスとして介護にならない予防手段にできればと思います、はい、もう一つ新しい総合事業に通所型サービスとありましたが、こちらはどういったことでしょうか。はい、イメージは訪問型サービスに近いのですが、通所型サービスは一般的にデイサービスと言われるサービスです。介護予防通所介護サービスと地域の多様なサービスからなります。これまでは介護施設においての食事、入浴、その他の日常生活上必要な支援や機能訓練などを提供していましたが、4月からはこれと同様のサービスもありますが、入浴、食事はオプションとして機能訓練やレクリエーションなどを半日程度で行うサービスも加わります。加わるということは従来通りのサービスも引き続き利用可能ということなんですよね。はい、その通りです。この通所型サービスの中の地域の多様なサービスにおいても今後さらなる充実を目指しています。つまりですね、4月からは、より介護予防を重点にして要支援1、2の方と事業対象者の方が全国一律のサービスのみではなく市や町で多様なサービスを選択できます。そしてどういったサービスを受けたらよいか相談ができる担当者がつくということなんですね。そしてこれまで紹介した内容にはどこの窓口に行けばよろしいでしょうか。はい、長崎市の窓口でも受け付けますが、最寄りの地域包括支援センターでも相談することができます、はい、ここは65歳以上の方の総合相談窓口で、高齢者が地域で安心して生活ができるように支援する拠点となる場所です。さまざまな機関と連携しており、専門知識を持ったスタッフが問題解決のお手伝いをします。長崎市内には20カ所の地域包括支援センターがあります。地域包括支援センター、まだ利用したことがないという方はご自分の地区の場所を確認しておくといいかもしれません。ここまでのお問い合わせは長崎市高齢者健やか支援課095-829-1146までお願いします。さあ、ここまでは介護保険制度についてお話を伺ってまいりました。そして本田さん、お待たせいたしました。やっぱり元気で過ごせることが一番ですよね。はい、今回のテーマにもあるように、長く元気に地域で生活するために長崎市では多くのボランティアの養成講座も開催をしております。はい、ボランティア養成講座、どんなものがありますか。はい、まず高齢者ふれあいサロンサポーターです。はい、長崎市では地域の身近な場所で高齢者が気軽に集える場所として高齢者ふれあいサロンを現在市内47カ所に開設しています。その高齢者ふれあいサロンで企画運営を行っているのがこのサポーターさんです。これまでにどのような企画がありましたか。はい、
体や頭を同時に動かす運動としてスクエアステップという運動に取り組んでいるサロンがあります。今写真に写って、はい、あの緑のシートの上でやってる体操のことですね。はい、私自身も一緒に入って実践したことがありますが、はい、思うように動けずに非常に難しいです。やっぱりそうですか。はい、そんな中練習を積み重ねた高齢者ふれあいサロンでは難しい足踏みをしながらお手玉をしているところもあります。間違った時もサロンの皆さんと一緒に笑って過ごせる時間となるので楽しく健康づくりに取り組むことができます。はい、また面白い取り組みとしては仮装大会を行っているサロンもあります。仮装大会ですか。はい、この写真は地域で人気者の男性陣がサロンの参加者の皆さんに化粧をしてもらって紙で作ったドレスを着せてもらっている様子になります。男性なんですかこれ。はい、男性です。はい、完成すると皆さんで写真撮影をしていますが普段と違う男性の様子を見て皆さん大笑いをしていました。ちょっと遠巻きなので男性になんか私見えない。綺麗ですよね。そうですね。わー素敵。このように工夫をしながら地域の方々が興味を持って参加できるよう企画運営を行っているのが高齢者ふれあいサロンサポーターです。はい、で皆さん大笑いをしたっていう話でしたけれども、はい、やっぱり声を出して大きな声で笑うというのは本当体と心にいいんでしょうね。そうですね。その他のボランティア養成講座はどんなものがありますか。はい、はい、シルバー元気応援サポーターという講座もあります。はい、地域のサロンや老人クラブなどの活動場所へ出向き性能体操という介護予防体操を紹介しています。性能体操、はい、何分間ぐらいで行う体操なんですか。はい、全部行うとおよそ30分ぐらいかかりますが、全て行うことは高齢者の中には疲れてしまう方もいらっしゃるのでその一部を抜粋しながら地域の方々に紹介しているのがこのシルバー元気応援サポーターさんです。この性能体操ってどんな動きがあるんでしょう。今写真でね皆さん手を挙げていらっしゃいましたけれども。はい、はい、ではあの体の横曲げ運動を一緒にやってみたいなと思います。はい、教えていただけるんですね。はい、ここを伸ばすためには、はい、こう通常こう曲げると思うんですけれども、はい、今回はお手元にあるタオルをちょっと使って実践をしてみたいと思います。はい、タオルを使ってやるといいんですね。はい、肩幅に持っていただいて、はい、普通のハンドタオルですね。両手を上に上げてください。はい、肩幅に、はい、上げる。背筋を伸ばしてゆっくりと左に曲げるんですが、この時、はいはい、この時にせーのと言ったら 1,2,3,4,5,6 で曲げて 7,8 で戻します。あはは、はい、で逆も同じようにせーのの掛け声で一緒にやっていくのでぜひ一緒にお願いします。はい、はい、ではせーの 1,2,3,4,5,6,7,8 で戻す。はい、せーの 1,2,3,4,5,6,7,8。 あーなるほど。はい、通常伸ばすよりも、はい、あのタオルを使うことで反動でこうせずにゆっくりとしっかり伸ばすことができるというような豆知識をシルバー元気応援サポーターさんは紹介をさせてあのしているボランティアさんになります。そうなんですね。はい、確かにタオルがあると本当安定してね動かせるしこういったことをこう提案してくださるのがシルバー元気応援サポーターの方なんですってね。はい、豆知識を教えてくださるということなんですね。はいはい、こういったボランティア養成講座に関しても高齢者健やか支援課でご覧の番号までお問い合わせください。それでは最後に大平さんから一言お願いします。はい、自分らしく地域で暮らし続けるためには一人一人ができる限り介護予防に取り組むとともに地域や家庭の中で役割を担うことが大切です。長崎市ではみんなが参加している教室やサロンなどの立ち上げや運営ボランティア活動への参加など幅広く応援しています。今日は介護予防で長く元気にをテーマに高齢者健やか支援課の大平さんと本田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。